ここからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。ここで突き放しておきたいですよね。まあ彼は勝負強いバッターですから非常に期待がかかりますね。その期待に応えてほしい岡本がバッターボックスです。打ちました。これは行くでしょうね。突き刺さった。スリーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ6対1になりました。主砲の一振り。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね。相手エースを打ち崩しての勝利ですからね。これは価値のある一勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。